はい、では第3部始まりました。特別ゲスト、お疲れじゃないですか、大丈夫ですか？お腹空いてませんね、はいはい、今日はね、特別ゲストだろ、特別ゲストですね。それで今日は水曜日だから、あの火曜日だけなんですよ、放映は。定時放送はね、うん、でも何かあるとね、買ってきます。今ね、このユーストリーム世界配信これやってるんですけど、生中継でたったね、この iPhone1 個でたったこれだけでできるの、インターネット配信してるんですよ、実際に。すごい、すごい、すごい時代なんですよ。すごいですね、うん、だから向こうで見ようと思えば世界の人が見れるんですよ。例えばこのこれは駆け足55っていうキーワードにしてるんだけど、それをポポポって入れるとね、どこのパソコンでも、それからどこの携帯でも見れる、そういう道具なんですよ。すごいね、うん、こう、あの画像はね、よくはないけども、音はしっかり入ってますから、ね、画像はコマ押し程度ですけども、ね、ぜひですね、こういうの配信、こういうのをどんどん使って行政も市民に働きかける、呼びかけ、皆さん今日こんなことやってますよとかね、こんなイベントがありますよとか、皆さんどうですかとかね、雷が鳴ってます、大丈夫ですか、雷ね、みんな停電怖がってますからね。停電あったそうですよ、どこに落ちたのかって、この間 2,3 時間、昨日、おととい、昨日、おととい、うん、です。ところでご姉妹は今何が一番楽しみで、今ですか、うん、今ですか、夢ですね、希望、これから夢と希望、うん、魔法が解けたので、なんだそれ千と千尋の神隠しと同じで、ね、宮崎駿の世界で今ね、夢と希望に向かって、夢の実現に向かって、そこを描いてるの、今構想してるわけですね、はい、今度は行動、今年は行動するとしたら、そう、12月の31日まで行動できる範囲内で発表しなきゃいけませんね体験発表、うん、ね、か途中経過を、うん、それがね、今年のスタート、うん、やっぱり目標を持つな、目標を持っていかないとね、朝起きた時、じゃあ今日はあれだと思わないと、今日どうやって時間過ごすべというのが実際に多いんですよね。単に昨日が夜が明けたと、あ、今日も来たわ、一応朝ごはん食べたわ、お昼が来たわ、夕方来たわ、あ、テレビ見たわ、あ、夜だわ、寝るわ、こういうのが今の高齢化社会にはあるし、若い人の間でもね、特別に生活に張り合いがなければ、ね、と、そういう気の毒だと思うけど、ね、そうですね、うん、やっぱり夢がないとね、夢夢も希望も青春の最後テレビコーが違いました。あ、そう、知らない、そんな古い映画、ね、が違いますね、ちょっと10代と40代は初めて聞いた。せっかくだから、本田健とかゲラとか斎藤ひとりさんとか市川一剛さんとか望月さんとか、携帯の女の人の名前で田中みどりさんとかの人たちの本とかいろんな人の応援を聞いてたんです。でその人たちがみんな成功者なので、その人たちのやってたのを少しずつ真似てやっている途中なんです。だから、現に斎藤ひとりさんにもお会いできたし、市川一剛さんにもお会いしたし、からあと誰だっけ、佐藤初めさんにもお会いしたし、で皆さんやっぱり成功者は光り輝いていたので、皆さんの年頃になった時に何か希望を持って自分とご縁した人と共に何かできればな、その架け橋せっかくの言葉を借りて架け橋にね、で柳田さんとも不思議な出会いで、十和田の一番の美術館でのホットアットっていう出会いだったんで、だよね、不思議な出会いが始まったん で昔の柳田さんはとても原子力で燃えてたんですけど、おあっちこっち若い頃のね、でもいろんな、うん、あのお豆腐でいけば角が取れてきて、あらーやっこくなって最初からお世豆腐にすればよかったでもたまに中に芯が
入ってる時もあるけど、まあそれはその人の、ね、なんかまずそうな豆腐だね持ち味で。でも今ほらドレッシングがあるから、どうしよう、むちゃくちゃだね、ドレッシングかけて豆腐食べるんだ、ね、だからせっかくのね、十和田市美術館もあるし、リトベさんがね、多分体操塚リトベさん、リトベ津藤さんは市民が幸せになるのを望んで水を引いてくれたと思うんで、やっぱりそのご先祖様の新渡戸津藤さんに、なんて言うんですか、私たちが幸せになることが、十和田市が、十和田市民が喜ぶことが、新渡戸津藤さんの大宗塚っていうお墓に眠っている、自らが書いたとか、彫ったっていうんですか、書いたっていうふうに書いてたんで、それが、あの、新渡戸津藤さん兼新渡戸さんの、子孫の皆様に対する合法事、合法事で、それに今小山田市長さんがいらっしゃるので、うん、小山田市長さんが市民が幸せになるような市民に近づいた行政で、うん、行政であっていただければなっていうのが今自分が、